こんにちは。続きです。4と5が解けずに次に進んだよというところですね。8。マジシャンズトリック。スワプラー。フラグイズウィン。ババイズユー。スワップとフィギュアー。想像がつかない。何が起きる？ロックフィアーババーロックイズスワップっていうのを作ってみて、何ができるかです。ロックはババから遠ざかろうとするが、ロック自体はスワップ機能を持っている。そうなるか。そうなるな。フィアーは上下左右の4方向にしか入らないのかな。こうするとロックイズウィンにすることもできる。できない。なんかすごいですね。なんか別のものをスワップしても自分には当たらない。ちょっとまだ理解ができてないですね。サイコキネシス、同様のステージで潰したよと。はい、潰してんな。た代わりにフラグイズウィーの部分が開いた。ウィーの条件を変えるやつやれないのかな。またよくに同じことをやるとこうなるが、これをやっちまうとそのロックイズウィンのロックを取り出すことはできないんですよね。ロックの一文字を取ることができればなんとかなる。もしくはこのフラグという文字をどっかに移動させてしまう。いけそうだったな。 OK。 そっちかい。そっちのブロックが開いたんかい。ハンテッドスパ、ハンテッドスパ、怖い温泉。ロックイズプッシュ、ロックイズセーフ、ゴーストフィアーテキスト、ロックイズストップ、ウォーターイズシンク、フラグイズウィン、U はババのみ、フラグイズウィンも変わらず、ゴーストが、じゃあ政府のキャラクターでこの池を全部壊してくれよっていうのをやりたい。あ、なんてことだ。ゴーストのところどうやって行くの？ゴーストはテキストを恐れるんだからテキストを持っていかねばならぬ。
こうじゃないだろうな。ゴーストを下着も違うか。ゴースト使わなくてもいいのか。イヤーは自分で持ってるから。ロックイズセーフ、ロックフィアなんとかにして後ろから自分が追っかければよい。でもロックイズストップっていうのが入ってるんですよ。これどうなる？あれ？あー、そっか、ロックはこれじゃダメだ。ロックはセーフじゃない、ストップを外さないといけない。ババイズユーらしいステージだね。これが結構ゴーストがよく分かってない。ゴーストってプッシュもできないし、テキストを使って後ろから追っかけることしかできないわけでしょ。でゴーストはセーフじゃないので下に持っていってもあんまり意味なくて、ゴーストが使い道があるんかなっていうのは分かんないね。このテキストの方だけに興味があるのかな。別にゴースト本体はどうでもよい。テキストイズ、テキストフィアー、テキストフィアーロック、テキストがロックを恐れるようになる。ロックイズセーフを最後に破壊してからあそこの水をバシャってやればいいよね。ロックイズセーフっていう文章を壊したければ、そのフィアーを使ってテキストがバラバラになるっていうことが可能であればそれでよい。そうだよな、多分。ロックが内側に入ってて、ロックか？自分が意図してるのは例えばこうなっててさ、こうなっててさ、でロックフィアーテキストみたいにすれば逆だ。でこうすればこうなる。ロックフィアーテキストじゃダメだったんだっけ。そっち来る。動かない。でもね、これをやってるのも、ロックをここに置きっぱなしっていうのになっちゃってるからな。わからないぞ。これ通れたんだ。
テキストは沈むので沈まないね。だからテキストを下に持っていくはないわね。旗のとこで詰まるから。やれること限られてるのになんでこんなできないんだろうな。使える単語はこれしかないんだからな。ゴーストイズロック。ゴーストの再利用ができないのがまず最初の疑問点なんですよ。テキストで逃げるんだけど、こんなんじゃダメ。味まで行っちゃったゴーストはもうゴーストとしてもダメだし、ロックに変えたとしてダメだし、ロックイズゴーストに変えてもゴーストはセーフではないし、わからないな。まずこのゴーストがこのままでクリア可能なのかって言われると疑問なんだけど、こうやる以外の方法が見当たらない。テキストを使って上のエリアに行くしかないが、テキストゴーストを一番奥に追いやってしまう。それを防ぎたかったらテキスト自体がちょっと一個ずれてくれたりするといいんですよね。ゴーストがここにいて、テキストはここにいるけど、ここでゴーストがどっちかに寄ってくれるとテキストもう一個押しても大丈夫になる。ゴーストが寄る。テキストイズフィアーっていうのがあったのに、ゴーストが、あれ？これをなんで怖がらなかったんだ？ちょっともう一回見して。ゴーストがここのテキストで怖がって右に行ってくれないとおかしくない？下と上と両方から襲われた場合は違うのか。一旦待てばいいんだ私、多分ここで待つ。こうだ。これでゴーストの再利用もできるか。まあでも第一歩目としてはいいでしょう。さて、ゴーストをロックにしちゃうとかなり面白い。っていうかそれしかなくないか？ゴーストイズロックにして、押していってから最後に、ロックフィアーテキストしかできないかな。もうちょっと見せてくれよ。ロックフィアーテキストの方にした場合、ロックが逃げ出すはずで、これはそうなる。で、ロックが挟まれてる場合は、こうやって挟まれてる場合は、下に出る。これなんでだろう。
左と右からは押されていて上に移動できないから下に逃げてきたよねっていう解釈なの。ただこれだとロックイズセーフは文字を壊すことはできないですね。もうちょっと可能性があるとしたら、ロックがここにいて、イズセーフが全部右側に寄っちゃって、これ以上右に動かないよ。そして下も隠されてるよ。この時に左に行こうかどうかが、テキストでやっちゃダメだよ。この時に左に行くかどうか。移動しない。これは、石がどっちにも行けないからである。うん。そうだなぁ。なんとなく、ゴーストを、ゴーストをここに置いとくのはいいのかな？そっちの方がいいのかな？なんで？ゴーストを上に持ってきて、ちょっと今まで、あれですよ。ゴーストをロックに変えてから頑張ろうねってことばっかり考えてたけど、じゃなくて、ゴーストはゴーストとして使って、むしろゴースト側を、このロックイズセーフを破壊する役割にしたい。こっちの方が自然なのか？これでテキストフィアーゴーストにすれば突破できるじゃん。一応確認。あ、できるね。じゃあ、これでいいんじゃないかな。方針は合ってたからよかったね。サプリルートロケットイズウィン、ウォーターイズシンク、ベルトイズシフト、 UFO はロボットオン UFO イズパイプ、ロボットを UFO に乗せてはいけない、ロボットはムーブプッシュフィア、ロボットオンタイルメイクロボット、ダメだ、メイクが出てきた、もうダメだ。ロボットがタイルに乗っかるとボルトを生み出し、ボルトイズディフィート&プッシュ&フォール、ボルトは上に向かって落下していく、そして押されることができる。ロケットイズウィンでロケット自体の指定はないので、じゃあ左と右にあるウォーターを全部沈めることさえできれば、あとはゴールできるよねっていうステージ。で、自分が上に、ベルトコンベアで自分が上に入って、下でなんか機構を作って、なんかガチャガチャこういろいろ落としてくるのを、私がこう振り分け続ければいいのかなと思う。今日この頃。ボルトはプッシュできるから、右には3個だけ。左には、まあ、残りみたいな感じで振り分けができると嬉しいのかな。じゃあどういう機構を作りたいでしょうか。メイクボルトはロボットがタイルに乗っかった瞬間のことを指している。ロボットが肝で、じゃあコグは何かというと、コグはただのプッシュ違うな。ロボットをコグで怖がらせて、なんかこうここを何回か行き来させるような機構が必要なんじゃないかな。コグは UFO に重なったとて特に何もない。
ロボットはここでこう左右に動いてるぐらいでもいいかもしれんけど、もうちょっと余裕がないと多分ボルトが詰まってきてゲームオーバーになりそうなんで、コグをこうでかい円のような感じにして、ここでぐるぐる回ってもらって、でロボットイズムーブ、ロボットフィアーコグ、これでとてもいいじゃないですか。一発でいけたな。アンティークフォールス。ウィン、フラグイズウィン。ババイズユー。ピラーイズプッシュ。ウォーターイズシンク。テキストイズノットプッシュ。フラグイズウィン。あんじゃこれ。テキストイズノットプッシュの状態でフラグイズウィンっていう文章をぶっ壊せばいいんだ。ピラーフィアーテキスト、ん？ピラーフィアーテキスト、ババフィアーテキスト、テキストに近づけねえ。はっ、テキストが押せないとかにもかかわらずテキストに近づけねえ。これはすごい、これはすごいな。いくらいくつ重ねようともテキストに近づくことが許されないのだ。でも無理やり近づくことができれば、無理やり押し込むことができるか、できないよね。なんかこう戻ってきてるもんね。ピラーがプッシュがあろうが、ピラー&ピラーだったらでもいけるんじゃないの。ピラーにピラーを重ねてプッシュ属性がダブルでついてるから、これはぶっ壊せる。ない。なぜ？ババをすり抜けちゃうの？これ。これが何か、これが何かになってるんだろうか。今こっちに押してから、今度は下から上に叩けばいけるかな。テキストをぶっ壊すことができるようになる。テキストフィアーババにするじゃん。この状態でこのフラグイズウィンを壊しに行きたいから、まあでもそれはテキストがノットプッシュになってれば、勝手に自分が内側に入ればイズウィンがぶっ壊れてくれると思うけどな。怖っ。こういうことね、こういうことね、じゃないんだよ。重なるやないかい。伊豆が
ババイズウィンにしたいんじゃから、ババを下から上にぶち上げればいいんじゃないの？テキストイズウィンにするか。テキストフィアーババの文章を、テキストフィアーババっていう文章を真下に作って、でそれを下から押せば、テキストイズウィンになるんじゃないかなと思うんだけど、どうでしょう。問題はめんどくせえよってこと。違う、もう一個下。Hidden in the thicket. Text fear GG。 こうなろうね。で、テキスト is not more。 テキストが more になったら何が増えるんだ。テキストそのものが増えるのかな。違うか、元になったテキストがどんどん増殖するのか。キモ。モア、グラスイズブッシュ、リーフ、フラグイズウィン。フラグイズウィン。自死がモアになれば、フラグイズを上に押し出してっていうことがやれるのかもしれないね。あ、リーフイズモアとかでもいいのか。リーフイズモアで、でもテキストがフィアーになってないといけないんだよね。そんな問題簡単ではないかもしれない。モアになるのはここ入るよね。ここ入るからフラグが上に行って右に押されればいい。なんかこの辺になんかあって、それがモアで拡大していって、でテキストがそれをフィアーすればこうやってフラグイズウィンが完成するんだろうな、だろうなですね、今はまだ。でモアにしたいものはグラスにして、グラスイズモア、テキストフィアグラスやってみると、リーフは別に、ジジ、
うん、だいぶ想定と違うね。プラグイズウィンを作りたければ、テキストを潰すようにいかれるとまずいんだよな。止めといて、次にリーフをで伊豆を上に上げて、その後にもう一回グラスを動かすことでフラグイズウィンっていう文字が完成するんだろうか。フラグとイズの2文字は先に上に出してあげたいんだよな。フラグとイズ。怖いのはじゃあジジは何に使うのかっていうのがわからないな、これ。ジジ。ジジを恐れる。多分グラスがジジを恐れるよとかだったら、グラスがモアになったとしても、別に自分には来ないようにっていうのはできるけど、ここの部分だよね。なんかここの部分はこうやって回ってきちゃうから、それよりも早く自分がここに入れてないといけないんだけど、多分間に合わないんだよね。何も調整なしだと多分きつくて、どうしていこうかな。どこに置きます問題があるもんね。リーフが奥から、グラスが奥から生えてきて、リーフ自体はテキストを上に持ち上げる役割を果たすとしてみる。リーフの働きを見たいな、じゃあ。伊豆が上に行って、フィアーも入ってないとちょっとわかりづらい。これをグラスが右から左に押していけば、上かい。下から来ちゃうんだよな。左からだけ押されれば、あそこのフラグとイズは、そのまま右に押されていくんだと思うけど。これテキスト重ねができちゃうんだよね。リーフとグラスを重ねるみたいなことが多分できそうで、ジジも重ねることもできそうで、ジジを取り出すことができたらなんか嬉しいのかな。だからこの奥にグラスを入れて、ここにリーフがあって、ダメか、テキスト押しちゃうな。ここはー
ちょっとはっきりしないので保留。ということでこのステージはまだあるね。13テキストオンタイルイズハイドクラウドイズ読めないストップ。アイドルババイズミーババイズユー。なんだこのステージ。ウェイティングフォーユー。アイドルバードイズシャット。アイドルケケイズフォール。何を指したい。アイドルムーンイズウィン。ケケハズムーン。ケケが壊れればムーンになる。アイドルケケイズフォール。ケケイズババイズん。バードイズオープンだから、ケケイズシャットは何だ。バードがシャットだからケケがオープンで、バードとケケがぶつかるとムーンが出てくるだが、バードも右端？よく分かんないステージだった。なんかポイントが分かんなかった。解けるけど何を指したかったんだろう。アブダクション。ババイズフォール。UFO イズプル。アイドルフラグイズウィン。右上に行きたいよ。トライアングルイズディフィート。無茶を言うなよ。落下すればいいんだな。え、このステージそんな自由度ある？ババイズフォールをぶっ壊さないといけない。前進できない。壊せね。なんでババが今引っ張れたんだと。これなんでだ。テキストイズプルあったわ。下に押せないんですよね。一段だけ UFO 下げることもできない。ん？1手目の動作が分かんないですね。テキストを引っ張れる。UFO とテキストは引っ張られ続けます。
アイドルババイズフォール。ババが何もしないと落ちる。ここ持ってけないよね。こっち側に物を持ってこれないのかな。やば。これができたとしてもだ。さあどうしよっかな。右側のエリアに何かを持ってこれないとゴールはできないだろう。内側に入りたいんです。下の足場が欲しいです。絶対何かを置かないとダメです。ここをどうやって物を持ってきますか。一つでもいいから上に向けることができればいいな。あ、できるか。ちょっと待てよ。テキストだったら持ってけるんじゃないのこれ。テキストだったら押すことも引くこともできるから、あ、できるわ。じゃああとはさっきと同じ文章を作ればクリアでは。二つは無理か。そこの面倒くささはいらないんだよ。謎が残っちまったな。4か5をクリアできないとあっちには繋がらないんだろうな。いやー、未解決問題。4はなんだっけ。うん、5は、5はそもそもだよね。5は何もまだひらめいてないよっていう状況。まあ、12はですわね。これもひらめいてないよっていうか、なんかめんどくさそうで逃げてきちゃったっていう感じ。今回はここまでにしましょうか。次行こっかな。なんかこう、解けてないものは残しちゃってるけど、いずれどっかでやります。で、今までは、裏で考えて、解けましたっていうところから動画撮ってるんですけど、どうしようかな。考えてるところも、今回は撮ろうかな、と思いましたが、どうなるかはわかりません。では、お疲れ様でした。